皆さんどうも、喫茶でございます。まずは顔全体にファンデーションを伸ばしましょう。だからゲープやめろって。続けてパウダーを叩いてセット。キュンの言葉なめくじ。花粉といえばかゆみだよね。だから目周りにレードシャドウぼかして赤みを出しそう。 Now moving on to the brown shadow、add some depth in the inner corner of your eye, then a little bit underneath your tear bags。いつもよりと涙袋を大きく見せたいので、だからハイライトをもうちょい下の方に乗せてみよう。最初も言った通り、花粉といたらやっぱ痒くなるし、それで赤くなっちゃうよね。だからその赤みを表現するために、鼻周りとか唇とかにレッドシャドウをぼかしてそれを表現する。本当はウォンダブルフのペンシルライナーがおすすめですが、それがなくて粘膜に普通のものを使っております。イエローとグリーンペイントを顔のあちこちに飛ばして、花粉みたいなやつを作る。飛ばし方なんですけど、好きにしちゃっていいぜ。最後はこのグリセリンスプレーで目周りにスプレーして、あと鼻の下のところもスプレーしたら、涙と鼻水を表現しよう。カラコンつけたら完成だ。今回は右側だけにこの視界のないカラコンをチョイスしました。それと毎週ツイッチの方でライブ配信やってるので、よかったら下にリンクがございます。